名作ドラマにビビルーム、どうも佐賀県出身の田舎もんおさむです。お願いします。いやー、冬ドラマは100ヨカバ語ればよかったね。100万回言えばよかったみたいな。結構 YouTube で話題になってたんですけど、考察ドラマかなと思って、なんか木曜9時のテレ朝でやってた警視庁アウトサイダーをちょっと語ってたんですけど、まあ盛り上がらんやった。考察ドラマみんな食いつく思ったんですけどね。いや、結構特撮の小ネタありで、演技力もね、西島さんとか西島秀俊さんとかすごかったんで面白かったんですけどね。今回はですね、まあタイトル通りその春ドラマを紹介していきたいんですけどね、その気になるドラマを。まあその中で、まあどっちか言うたら、まあそんな YouTube 受けっていうよりも、もうシンプルに面白そうな、このエンジョイメインで見れるドラマを、まあ、語っていきたいなと思います。ガチでその YouTube で話題になりそうな、まあペンディングトレインとかは、まあ次回ね語っていきますんで、まあ魅力とかを。なんでそういうのも気になる方はチャンネル登録よろしくお願いします。まず気になる春ドラマ一つ目がですね、4月17日月曜日から、フジテレビで10時から放送の合法的にありえないみたいなね、タイトルのやつがあるんですけど、これ弁護士バディモノって言うんですかね。で、そのバディが、天海祐希さんと松下洸平さんなんですよ。これは跳ねんわけがない。もうボスの感じなんかな？なんか天海さんが事件解決していくみたいな、一話完結で。っていうのの期待大ですし。まあ、またね、エンディングで踊ってくださるかもしれないですよ。なんだっけ、女王の教室とか、踊ってましたからね。あれ作品の中身とのギャップすごかったですね、あれ。で、松下洸平さんもね、もう、令和のヒット俳優っていうか、松下さん絡んだら、どれもヒットしてますよね。朝ドラのスカーレットから始まって、まあ、最愛とかもね、まあ、代表作で、で、あと、やんごとなき一族とかもね、結構おもろかったんすよ。さらにダメ押しでね、脚本が、観察医安顔とか、箱詰めやってた人なんですよ。これはね、もう面白くないわけがないですよ。箱詰めと同じ感じで、なんか原作があってからの脚本っていう。なんでこれは話題になること間違いないですね。で、続いてがですね、4月18日火曜日の9時からテレ朝で放送のアンノーンですね。これがね、田中圭さんと、まあ、高畑充希さんの、まあ、恋愛ものやけど、なんかお互いに知らないことはあるやろみたいな、隠してることあるみたいな、まあ、ちょっとサスペンス寄りな要素もあるんかなと思ったけど、脚本と監督が、オッサンズラブの方なんですよね。ちゃんと吉田鋼太郎さんもいます。公式ホームページ見た感じは、背景が黒とか赤メインやったんで、サスペンスに近い感じやけど、その、キャラクターの紹介とか見たら、高畑充希さんが、実はドラキュラやったりとかね。いや、でもそんな、ドラキュラしてないっていうか、夜じゃないと活動できないとかはないですし、だからちょっと日には弱いらしいですね。なんかサンオイルかなんかちゃんと塗るみたいな書いてあったんですけど、なんで多分ね、コメディ的な仕上がりやと思うんすよ。なんでまあ、オッサンズラブ見てた視聴者さんは多分結構見た方がいいかなと思いますね。続いてがですね、4月21日金曜日11時15分からテレ朝で放送の波を聞いてくれっていうね。なんかもう珍しい、なんかラジオの話
らしいですね。ラジオ聞いてた方はもうだいぶそのあるあるが分かったりして面白いんじゃないですかね。なんかファーストサマーウイカさんがね、このドラマの主演狙ってたらしいんですけど。うん。まあ、なんかちょい役で出るかもしれんすね。クリーピーナッツさん役で、なんか、かがやのお二人が出るっていう噂もあるんで。これは多分結構面白い作品やと思いますよ。で、まあそんなね、小芝風花さんをなんかラジオの世界に入れたのが、北村一輝さんなんですよ。北村さんはもういろいろいい作品っていうか役柄あるんでね。なんかガリレオのこの前やってた劇場版もそうですし、もう個人的な見方なんですけども、福山さんを食ってましたね、あれは。うん、まあ舞台が北村一輝さん関連やったからそうなりましたし、14歳の母の北村さんのポジションいいんすよね。なんか志田未来ちゃんの、まあそういうこと、14歳で妊娠したよみたいなことをなんかね、記事に取り上げようとする嫌な人なんですよ。でもなんか志田未来ちゃんを追ってるうちに、やっぱりこの俺がやってること合ってるんかなみたいな葛藤があって、なんかいいところで助けてくれるんですよね。うん、なんか破水かなんか仕掛けた時に病院に連れて行ってあげるみたいなシーン ありましたし、なんか憎めない人やらしたら北村一輝さんなんですよ。まあこんな感じですかね。ということで、こちらのチャンネルはですね、まあ地上波で放送中のドラマの、まあ、感想とか考察を語っていくドラマのなんかチャンネルになってますね。まあ次回ですね、ちゃんとした YouTube 寄りというか、これは話題になるぞみたいなドラマを語っていきたいなと思います。ということで、このドラマおすすめですよっていう方はね、まあそういうのある方はぜひまあコメントとか残していただいて、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。どうも、あずましとー。